2,000 years later. ビリタさん、何かお手伝いが必要なことはあります？はい、すでにお聞きしております。南十字戦隊の棟梁と確かにもうずいぶん探したぜ。あんたが姉子の尾根だっていう旅人か。艦隊の補給作業がほぼ完了した。あとは姉子にあんたを探すよう頼ま。やっぱり北斗は。もちろんさ、姉子の義理がだ。もう行かれるのですか？無事に出航できるみたいでよかったです。この先が星であろうと深淵であろうと、次の一歩を踏み出すのはいいことだと思います。では
またの機会にお会いしましょう。皆さんのご無事を祈っておりますね。そうだな、ほとんど毎日会ってたからでしたら稲妻につき次第いち早く私を探し出してくださいね。私は鳴神島であなたたちをお待ちしております。やっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよリーユエにもきちんとお別れをしてきな。船はもう古雲閣に泊まってる。ちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞ。おう、知らせに。いいってことよ。じゃあ。やっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字船体を港に引き止めてるんだ。じゃあ人も揃った雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。
やっと来た、リーユへの姉子。待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者、ああいや客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船隊も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は。紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。とっくに耳に。嬉しいこと言うなお前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを訪ねるといい。だが安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。カズハのことか。また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな北斗。それじゃまずは審査所で登録手続きを。で、稲妻のお偉いさんに会うのか。鎖国令をなめないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。こんにちは。身分の証明。皆さん見ないおか。どうしたんですか。お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。規則に。すみません。やはこれが二人の上陸手続きの書類だ。おい、あるならもっと早くに出しと。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。そうでしたか。これからどこに行けばいいんだ。音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。稲妻では外国から来た人間をこの言葉からもわかると思うけど、さ、たとえそれが異邦人居留地のあるこの離島でもね。君のおかげ。じゃあ行こう、音楽観察へ。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。すでに上陸手続きは済ませてありますよね。そうだ。はい、では手続き料の。200万。手続きだけで200万もするのか。はい、お一人100万ですので計算に間違いはありません。ご安心ください。いや、間違いというかそういう問題じゃ。お嬢さん、この二人は俺の友達なんだ。あら、トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40。本当に感謝するよゆりかさん。でも俺から見たら手続き料なんて600モラで十分じゃないか。そんな握りの仕方があるのか。わかりました、それで手を打ちましょう。今登録しますね。へへ、毎度。
魔人の金銭価格おかしすぎだろう。そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察